はい、皆さんこんにちは、 TK ヒーローです。さあ今回もですね、絶版のモデルガンの紹介です。今回もね、先輩からお借りしておりますこちらの紹介です。じゃんじゃがじゃがじゃがじゃん。はい、こちら、かつてね MGC から発売されておりました金属モデルガン、ウィンチェスター M1866 イエローボーイですね。果たして知ってる方がどのくらいいらっしゃいますかね。というわけで今回はこちらの紹介でございます。さあ、今回ね、この先輩からお借りしている MGC のモデルガン M1866 イエローボーイ、こちらもですね、前回同様貴重なものでございます。ですので、まあちょっと軽くね、さらっとご紹介したいと思います。まあ本当こういうモデルがあったんだなっていうのをですね、なんとなく知っていただければいいかなと思います。まずね、箱はこんな感じで、ここにねウィンチェスターモデル1866イエローボーイとラベルがあります。はい、そしてですね、付属の書類がこちらですね。この MGC のね、オイルを使ってくださいという注意書きですね。これ懐かしいなと思う方きっといらっしゃるかと思います。そしてね、こちらが、パーツは交換販売ですよっていう、この前と同じですね。そしてこちらがですね、パーツリストですね。リストの名前はこれ、ウィンチェスター M73 になってますね。そして本体が、こちらでございます。いやー、すげー。これも新品だよ。いやいやいや、これはほんとすごいね。見てよ、このレシーバーの輝き。ねえ。いや、まさかね、こんな新品状態でね、持っていらっしゃるなんてね、ほんとすごいっすよね。これがね、ウィンチェスター M1866 イエローボーイです。まあ、この MGC の製品としては、ウィンチェスター M73 がベースになっていますので、本物と見比べたら厳密にはね、ちょっとここが違うとか色々あるとは思うんですけれども、まあでもある程度のね、特徴は捉えて再現されているかなと思います。このウィンチェスター M1866 という銃、おそらくですね、いろんな方が、幅広い方が知っているであろう映画は、バックトゥーザフューチャーパート3です。ご存知の通り、バックトゥーザフューチャーパート3ではね、1885年に行って西部劇が舞台となっております。で、そこでね、まあ割と冒頭の方かな。マーティーがほら、ビフォードタネンにね、お前マッドドッグタネンかって言ってね、怒らせちゃって。それで市内引きずり回しの刑にあってさ、最後首吊るされちゃうじゃない。そこでドクが助けにやってきてね、望遠鏡のついた、ウィンチェスターライフルを携えてやってきて、そしてこう構えてバーンと撃って、500メートル離れた犬についてるノミを撃てるんだと。お前の頭ならたやすいものだぞ、タネンというね、そういうセリフを言うわけですけれども、そこで使っている銃が、この1866です。今度ね、バックトゥーザフューチャーパート3見る機会があったらよく見てください。おそらくですね、金色のレシーバーで、こんな形をしているかと思います。まあ、シーンね、毒がここにスコープ乗っけちゃってるんで、あんまりこう、レシーバー部分が見えないと思うんですけれども、はい、よく見るとね、あれは1866イエローボーイなんですよ。と、まあ、おそらく幅広い方が知っているのは、毒が持っているライフルかなと思います。それではですね、こちらちょっと近くで見てみましょう。はい。まあ、ちょっと今回もね、これ貴重なものなので、あんまりこう、こねくり回さないで、本当にさらっと見ていきます。まずね、このバレル。この前紹介した73のオクタゴンと同じですね。樹脂製の八角形バレルになってます。で、そしてバレルの中身はですね、もちろん埋まっています。はい。で、73の時はね、このバレル上部に刻印あったんですけど、この66はね、特に刻印とかはないですね。はい。で、マガジンチューブは金属製で、この先台部分はね、リアルウッドですね。で、ここも、73オクタゴンと同じで、バレルバンドではなくて、この先端の真鍮パーツでハンドガードを止めています。サイトは可動式のものがついていますね。はい、そして73と大きく違うのがこのフレーム部分ですね。1866の場合はね、このね、サイドプレート周りね、この辺の形状が一番違うのが、まあ、パッと見で判断しやすい部分でしょうかね。まあでもね、ローディングゲートが横についててとか、あとエジェクションポートが上についてるとかね、そういう基本構造は変わらないです。フレーム反対側ですね。このゴールドの輝きがね、美しいですね。はい、そして、レバーですね。まあ、ちょっとね、このレバー部分もあんまり触らないでおきましょうかね。動かしてるとこ見たい方は、ウィンチェスター M1873 のね、普通のモデルガンの紹介の方を見ていただければと思います。で、こちらが、ストックですね。リアルウッドで、色合いがかっこいいですね。で、バットプレート部分はね、こうちょっと鋭角になってるライフルタイプのものがついてます。で、このスクリューもね、もうこの時はマイナススクリューになっていますね。MGC のウィンチェスターはですね、作られた時代によってはここがプラスネジになってるんですよ。というのをこの前初めて知りました。はい。これはもうマイナスになってますね。はい。イエローボーイ、近くで見るとこんな感じでした。はい。このイエローボーイ。まあ、ほんとね、
全然ヤフオクとかでも見ないですね。あの普通のね73とかよく出てくるんですけど、オクタゴンバレルの73とかね、こういう1866とかはね、まあ見ない気がしますね。しかもね、こんな新品状態で残ってるなんていうのはもう本当に貴重だと思いますね。今回こうしてね、ちょっと動画で紹介させていただけてね、本当に良かったですね。でちなみに、ちょっとこのモデルガンから話はそれちゃうんですけど、1866イエローボーイって実はね、誰でも実銃所持できます。何言ってんだって？古式銃のサイト見ていただければね、出てくるんですけど、たまーにね、無稼働実銃じゃなくて古式銃登録された1866が出てきます。まあ値段はね、恐ろしいですよ。高級車が1台買えるぐらいの値段しますけど、まあでもお金さえ出せば、誰でも買えるっていうね。美術品扱いでね、手にすることができるんですよ。どういう感じなんだろうね。いや、パーカッション銃はさ、ね、弾と火薬を前から込めてっていう感じじゃないですか。でこの、66とかって、カートリッジ式じゃないですか。なんだろうね、センターファイヤーじゃなくて、リムファイヤーだから OK とかなんかあんのかな？わかんない。ちょ、その辺わかんないですけど。まあまあまあ、とにかく、ね、ちゃんと登録証がついた、変なルートじゃなくて、ちゃんと流通してるね、実銃の1866っていうのもあります。まあ、興味とお金のある方は、ちょっと見てみてください。いやー、でもね、この、なんて言うんでしょうね、ノーマルの73もいいですけど、ゴールドフレームのね、このイエローボーイっていうのもまたクラシックな感じでかっこいいっすよね。とてもね、ロマンたっぷりで、そして美しい古き良きライフル銃じゃないかなと思います。まぁ、ちょっとね、この MGC の1866、なかなか見かけないので欲しいと思っても買えないと思うんですけれども、もしね、出てきたら手にしてみる価値はあるかもしれませんよ。はーい。というわけで、今回はね、先輩からお借りしたこの貴重な M1866 モデルガンの簡単な紹介でございました。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良ければ評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、じゃあね。